歌わせていただこうと思っております。バラード曲なんでちょっとあれなのかもしれないんですが、少しゆったりしながら聴いてもらえると嬉しいです。少々お待ちください。あなたへという曲はですね、私橋本高校に行ってたんですけども、その時にギター部に入ってまして、そのギター部4人のうちの1人がね、今ちょっと遠く高い空の上で聴いてくれてるかなと思いまして、ここにでちょっと歌おうかなと思いつつ、いつも冬とかにしか気になるよね歌わないんですが、少しバラード曲で初めからしんみりするかなと思いつつ、半からまたガチャガチャと大きい音出しますので、ぜひその時にもう一度聴いてもらえたら嬉しく思います。それでは大丈夫でしょうかね、ありますかね。そうですよね、モザイクしかない。ライブって感じでしょ本当にね。それではあなたへという曲聴いてください。あなたにと思い出したの、あの時出会って毎日歌うことが好きになった。ずっと変わらず生きてゆく意味なんて考えたりしなかった。No!
よろしくお願いいたします。ともてびでした。